今日はですね、あのウィールこういうクルーザーとかミニクルーザー系のウィールの種類ですね特にあのソフトウィールのスライドウィールって何なんっていうような話をしますはいであのあなたはねあのパワースライドソフトウィールでしないでしょっていう 正解です。しないです。しないのにスライドウィール気にしてるんです。なんでだと思いますかそれはですね、あのー、こういう感じでターンで減速を入れる時があるんですよ。ちょっとご覧ください。 ターンも深く曲がると曲がる時にウィールに圧力がかかってそこで減速が生まれるんですよねでその時にこのウィールのスライド具合っていうのが非常に大きく影響してくるんですはい例えばウィールまず基本的なところからいきますとソフトウィールには 硬さっていうのがありますよね硬さどっかに書いてあるんですこれは 77A っていう硬さです77 A っていうのは非常に柔らかいまずないですね珍しい一番柔らかくて一番ポピュラーなのが 78A ちなみにあのイメージしやすいようにお伝えしますとあのペニーの 83A っていうのがペニーのウィールですでソフトウィールって言われてるのはたいその 78A とか 83A とかそういうのが多いんですね 90A までいくとちょっとソフトなのかハードなのかわからない硬さになってきますソフトっぽいけどちょっと硬いみたいなで柔らかければ柔らかいほど 風が吹いてきた基本的にはあのグリップ力は高くなって横滑りはしにくくなるっていうのが今までの常識だったんですけど硬ければ硬いほど横滑りしやすくなるさっきのターンの減速でもすっぽ抜けたりしやすくなるっていうのが一昔前の常識だったんですけど今はあのスライドウィールっていうものの登場でですね よりややこししくなっててきましてこのウレタンっていう材料でできているウイルがですねそのウレタンの質によって柔らかさとか硬さ関係なく滑りやすかったり滑りにくかったりするんですよ。で僕はパワースライドしないのにあのスライドウィールを使う時もあるんですけどこれもスライドウィールなんですけど。 なぜかっていうとスライドウィールじゃない柔らかい 77A のウィールを使った場合すごいグリップ力が高いんでさっきみたいな深いターンを入れた時に全く横滑りしないんですよね。その代わり減速もしないんですしにくいんなのでうっすらスライドしてくれた方がさっきの映像はうっすらスライドしてるんですよじ,じわじわと。 地面をジジジョリジョョリリリってそれぐらいの方が減速しやすくて好きなんですけどねその間を狙うのが難しくてだんだん見てるうちに詳しくなってきましたスライドしないのに。僕はあの最近「何やってんの?」って言われたらまあねあのダウンヒルの人はダウンヒルですとか。 ボボーールルの人はボールやってますすとかか言うじゃないですか前まであの、まあ、クルージングしたりとか言ってたんですけど最近あのもうあのクルージニスタですと言ってますね響きがいいから <laughs> クルージニスタなんで、あのー、そうなんですじゃあそのコードの話はお分かりいただけたと思うんですけど、あのー、スライドウィールもですね なんか大きく分けて3つぐらいあるんですよねで正直なとこ買って乗ってみないと分かんないんですけどその商品名検索したりとかいろんな人のレビューとか感想を聞けばだんだん見えてくるんです例えばこれは多分シュガ,ーリ,ーシュガーリーっていうのは何かっていうとそのスライパワースライドでもスライドでも滑り始めた時にジョリジョリするんですよジョリジョリ。 感覚がジョリジョリするからやめたい時にはそのジョリジョリジョリを止めることができやすいつまりすっぽ抜けにくい感覚ややシュガリシュガ,シュガーっていうのは砂糖らしいんですけどね,ねで僕が苦手なのはその他のアイシーとかバタリーってやつですねアイシーっていううのはもう アイスのようなもうツルンって滑る感じの本当にそういうのに当たるとさっきみたいなターンでもすっぽ抜けて吹っ飛びますね、うん、パワースライド狙ってやっていく人はその方が調子いいんでしょうけどさっきみたいのにはアイシーは絶対向かないです本当にすっぽ抜けますね、まあ、ハードウィールで滑るのと似たような感じですねじゃバタリーバタリーっていうのはちょっとぬめっていうかこう じじわーっといく感じなんだけどでも僕の感覚ではスリップに近い感じがするんでバタリーもちょっと敬遠してますかねやっぱシュガリーがいいかな自分的にははいでそのシュガリーが良くてもそのこの形状とかでも変わっていくんですよね特にここですねあの上の外側のリップって言われてるところなんですけどここがこう。 ペニーのウィールなんかもそうですけど、こう、ラッ、ラッパッ、なん、なんていうんだろう、ビヨンってこう、なってるじゃないですか。この方がこう、滑り始めたときに、ここで粘ってくれるから、スポーンって行きにくいんですよね。スポーンというかまあ、耐えてくれる。ただ、この耐えるのがなくなったときに急にスポーンって行っちゃうんで、あれなんですけど。で、ここがないのが、まあ、ラウンド形状。 ここがないというかもっと丸っこいのがそういうのは耐えずに普通に最初から滑る感じがするそれ形状とかその材質の組み合わせでいろいろ変わってくるんですよ、はい、逆にパワースライドをしたいよっていう人たちはそういうのを狙ってやっていくといいんじゃないかと思いますけどね どうですか、ね、分かりづらいかなまあ浅い浅く広くお伝えしてあとはご自分で専門の本職の人に聞いてみるっていうのもいいと思いますそれではあの最後までご視聴頂きましてどうもありがとうございました